奈良駅は奈良県奈良市三条本町にある西日本旅客鉄道の駅である。駅番号は山和寺線が JR936、奈良線が JRD21。奈良市の中心駅であり、天王寺、京都方面へ向かう快速列車が多数発着している。第3回近畿の駅100線に選定されている。 2010年の平城線と1300年記念事業に合わせて行われた駅周辺の土地区画整理事業に伴って当駅の高架化事業が行われ同年3月13日に最後まで地上のリバから発着していた桜井線が高架化された。なお近鉄奈良線の近鉄奈良駅は当駅から直線距離で約900メートルほど東に位置しており移動に 徒歩15分程度を要する。近鉄奈良駅は、市中心部や主要観光地に近く、当駅より利用者数が多い。当駅には、以下の路線が乗り入れている。線路名称上、当駅に乗り入れている路線は、以上の2路線であるが、これらに加えて、関西本線木図駅を、起点、終点とする以下の2路線の列車も乗り入れている。 二代目、駅舎奈良駅周辺の空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成地上駅時代の奈良駅に停車する113、系関西線快速 JR 奈良駅周辺は、かつて、関西本線と桜井線が地上を走っており、奈良市の新旧市街地を東西に分断していたため、奈良市の発展を妨げていた。また、 これらと交差する古泉橋も狭く周辺道路の交通渋滞が著しかった。そこで町の再生と交通の円滑化を図るため、平常線と1300年にあたる2010年の高架化完成を目指し、2002年から連続立体交差が進められ、周辺と地区各整理事業や3カ所の高架橋道路の平坦化が行われた。 地上駅時代は乗り換え古戦橋で東西を結んでおり、東西2カ所に改札口があった。2003年9月6日まで使われていた二代目駅舎は1934年に完成したもので、周囲の景観に配慮して、方形屋根に送輪を持つ和洋折衷様式が採用されている。大阪鉄道局建築家が京都定室美術館検証設計に応募し、落選した。 設計案を再利用したものだった。高架化に伴い取り壊される予定であったが、その歴史的価値から反対の声は根強かったこともあり、英家によって、元の位置から18メートル移動された上で保存され、奈良市総合観光案内所として利用されている。この旧駅舎は、2007年に近代化産業遺産、2011年に土木学会戦用土木遺産となっている。 なお、旧駅舎のホールにはなら、シルクロード博覧会に出品された、サモトラ家の2家のレプリカ像が飾られていたが、駅舎移説に際して、奈良市立一条高等学校に寄贈されている。高架化工事中の2006年、旧駅ホームの下から、謎の遺構が発見されたため、奈良県立柏原考古学研究所による、発掘調査が行われた結果、明治時代の転写台と判明した。 発掘された転車台は高架化工事に支障するため、そのままの形で保存されることなく撤去されたが、一部のレンガなどは、同研究所付属博物館が保存し、展示会も行われている。奈良駅には、奈良機関区が所在していたことから、1980年代後半までは、転車台と機関庫が存在しており、1986年8月に、蒸気機関車、 C56K160 号機による SL 大和事号が運転された際にこの転車台が使用されている。西口夜の東口とバスターミナル及び奈良市総合観光案内所2010年3月13日に完成した3階建ての駅舎の公開機で改札口は高架化を機に2階の1カ所に集約し、3階がホーム、2階は駅業務施設と、 商業施設、1階は商業施設が設けられている。ホームと線路の配置は、島式ホーム3面5線の構造である。駅舎ファサードの基本コンセプトは、奈良らしさの表現、青によし、であり、3階のホームの側壁には、5式のカーテンウォールが設置され、青によしを現代的に表現している。ホーム部分には、 自社のガランをイメージした飾り鉄柱を設置、サーモンピンクに塗られている。飾り柱の上には、たるきをイメージした装飾も設置されている。また、二階部分外装は白壁を意識した白塗り、一階部分外装は、近隣のなら百年会館のような瓦をイメージした黒タイル張りとなっている。内装は、改札内は、 無装飾であるが、改札外部分は天井には、各天井を意識した装飾が、また柱は、吉野杉で備装されており、一部柱には組物を思わせる装飾が施されている。また、柱からは、釣り道路を思わせる照明も吊るされている。駅舎構内には1階2階部分に、福音20メートルの自由通路が作られ、西口2階は、 デッキと接続、東口2階は、JR 奈良駅、NK ビルと接続した上で、1階に降りる階段と、エスカレーターが設置されている。また、2010年10月3日には、1階自由、通路南側には、商業施設、ビエラ奈良が開業し、2012年3月2日に、自由通路北側の1.2階部分に、ビエラ奈良の第2期分が増床をオープンした。 当駅は、駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、関西本線の鴨駅、木津駅、奈良山駅、佐保信号場、片町線の西木津駅を管理している。路線名は、旅客案内に合わせて、愛称で記述する。ホーム配置図2番乗り場1番乗り場と、同一ホームの反対側は、数字のない乗り場となっている。2番乗り場に到着する列車は、 両側で客扱いを行い、山和地線下り列車と万葉真ほろば線の列車が同一ホームで乗り換えることができる。2番乗り場への到着時には2番乗り場側の扉が先に開き、発車時は乗り場番号なし側の扉が先に閉まる。なお、数字のない乗り場はこの乗り場と自動放送されている。朝ラッシュ時に桜井線、和歌山線経由で JR 南馬駅へ向かう快速があるが、大和寺線法隆寺駅経由の列車と五条を防ぐ、意味で、普通万葉ホロ場線経由を地駅と案内されている。3.4番乗り場3方向すべての入線、発車に対応しているのは3.4番乗り場のみである。1.2番乗り場は、木津、桜井方面からの入線と法隆寺、桜井方面への発車のみ対応しており、 5番乗り場は、放流寺方面からの入線と木津方面への発車のみ、対応している。なお、関西本線の下り本線は2番線、上り本線は5番線である。旅客案内上の乗り場と、運転取扱い上の番線は次の通り。2019年度の1日平均乗車人員は18,145人で、ある。奈良県内の JR 西日本の駅では、 大路駅に次ぐ2位。奈良市内では、近鉄奈良駅、学園前駅、大和最大寺駅に次ぐ4位。ジャパンレールパスや、JR ウエストレールパスの発売が開始された後、奈良を訪問する、外国人観光客の利用者は増加している。奈良県統計年間、統計奈良によると、近年の1日平均乗車辞任は、以下の通りである。 奈良市の目抜き通りである三条通り商店街の生誕に位置する。春日大社山道の支店であり、山道入り口を示す常夜島が駅前広場に立つ。三条通りは歴史ある地元向け老舗店と観光客向けの土産店などが混在するが、2000年代に入ると全国チェーンのレストランやカフェなども増えた。奈良旧市街地の中心である。 自社の立ち並ぶ観光地である奈良公園へは、駅を東へ、三条通り商店街を徒歩で向かうか、奈良交通の市内循環バスなどの公共交通機関を利用することになる。北側は、古くからの街地。さらに行くと、奈良テレビ放送や河野池運動公園がある。駅前東側を南北に、奈良県道754号が走る。西側は、 シルクロードタウン21と称する再開発により、ホテルやショッピングモール、奈良百年会館、マンションなどができている。一般路線はすべて奈良交通によって運行されており、多くの路線が近鉄奈良駅も経由する。乗り場は西口、東口に分かれている。詳細は奈良交通公式サイトの主要な乗り場、JR 奈良駅を参照。なお、かつては、 近畿日本鉄道や、京阪バスの京都駅業など、比較的運行距離が長い路線も発着していた。すべて東口4番乗り場から発車する。ありがとうございます。